なんかさ、みんな言うけどさ、名古屋の飯はまずいとかさ、エビフライとなんだっけ、硬い、きしめんしかないとか言うけど、意外とさ、いや、ほんと冗談抜きで、名古屋美味しいもん多いよ。でも、俺、意外と好きだけどあの味噌煮込みうどんとか、あと味噌カツね、有名なんですな。よね。味噌カツもなんか、手羽先、手羽先、山ちゃいや、それちょっと違うんだけど、はい。うなぎのね、はいはいはい。暑さの宝来軒って、昔からで、お相撲さん、おばあちゃんすごいお相撲さんのファンで、だからまあ俺は言ったら常の花さんとかね、昔の出羽海理事長ね、がずっと泊まってたとか。旅館なんですか。旅館じゃない、旅館じゃないけど、暑さの宝来軒ってあってね。でそれでうちなんかでも、だから高菜那の親方仲良かったから、だから場所の途中でうなぎの差し入れが、だ50個差し入れとか来るん、うな重50個差し入れとかね。で俺らもだからある程度もう並ばないと食べれないんだけど、人気だ、で。だから本当名古屋なんかだって何十億もおるんだよ、うなぎで。で意外とだから、そのまあ美味しいとかまずいとか、まあ賛否両論なんだけど、俺らはそのうなぎ、だからその時やっぱり美味しいなと思ったよ俺。だうなぎのひつまぶし。ひつまぶしの大きいやつ、あ大りまきいすね。の、大きいのだって俺6個ぐらい食べたのかな。すげえ。大盛り。うなぎのでっかいやつあるじゃん。だって普通盛りじゃなくて大盛り、俺6杯食べたの。やっぱりうなぎが違うんですか。うなぎが違うんですか。こう身がふっくらしてるとか。いや、だからもう、こう東京の出し方と大阪の出し方と名古屋の出し方とか九州の出し方も全然違う。全然。どう一し回だから東京なんかは、だからふっくら蒸してで焼いてとかで、串でやるから、1本ずつ串でやるから、もう最高作ってても、1人でやったら50個とか60個が目いっぱいなんだよね。100個作ったら死んでしまうんだよね。職人さんが大変ですよね。でもそういうその鉄串でさ、バーってこう何十本もあって、それでガッシャンガッシャンさ、タレつけながらこう焼いて、ほんであとこうひつまぶしだから、こう小さくこう骨もだからこううまくこう細く削って、こうなんか食べやすいようなこう切って、それで食べるから、意外と量は作れると思うけどね。でも東京のうなぎとやっぱり名古屋のうなぎ、大阪のうなぎと全然違うもんね。だから宝来軒のうなぎは一発でやっぱ大量に作れるよね。じゃ、名古屋でひつまぶしだったら、宝来軒はちょっとおすすめなんですね。おすすめっていうか、みんなおすすめだろうね、一番流行ってんだもんだって。あと他にないですか？あるよいっぱい。教えてく味ださ噌い。カツ屋もその一宮で味噌カツあれだし、で明徳行ったら、明徳行ったでいつもお世話になってる寿司町っていう寿司屋さんの、もう、お寿司も絶対名古屋行ったら必ず2回は行くし、であそこのなんだっけ、名古屋の調整官っていう山田先生っていうのがいて、その山田先生がよく連れて行ってくれるホルモン屋がまたうまいんだよね、名古ホルモン屋ってのはあれですか？ホルモン焼くんですか？屋の。ホルモン、いや、ホル鍋モでンっすていか？うの、いやいや、土手に。どてな、近く。ど、はいはい、そう名古そ屋の。うそうそう。だから俺もそれ食べると痛風になるからさ、連れてってくれてうまいからバカバカ食べるからさ。ついつい行ったりちゃうんですね。なんか鍋いっぱい、鍋いっぱいとか食べるんですね。もうだから、本当お世話になったんだよね、名古屋の山田先生には。行ったらもうちょっと体調が悪くなったりしたら、こう山田先生のところ行って、ほんでもう全部治療してもらって、ほんで行けるから、俺だから名古屋調子良かったんだと思う、すごい。ケアしてくれるし。すごいよ、その先生。
もう全盛期、もう今もう70いくつでもう疲れてるけど、全盛期だって30、40の時、バリバリの時さ、1日さ、100人ぐらいやるんだよ。1日100人。だ朝の6時ぐらいから夕方の8時か9時までやるんだから。ずっとだよ。1日朝6時から。だってもう6時ぐらいからもう並んでんだもん、みんな。だから自分らも本当に、じゃあとか言って9時とかでもうギリギリ見てもらったりしてた。すっごいお世話になった。じゃあ本場所終わって、先生のところ行って、そうそう、で見てもらってた、見てもらって、でまた帰るみたいな。いやだからいやなんか名古屋結構、美味しかったような気がするよね。焼肉屋もなんかちょっとなんかちょっと不良っぽい人がいっぱい来るような焼肉屋でもなんか薄くしてね、薄くしてあのなんていうのあのミノをねもう本当にもう薄くしてそれをこうあのポン酢で食べるんだけどもうあっさりしていくらでも食べるんだよ。うまそうっすね。うまい。それでうちのやつにあのそういうその外国産の大きいミノがあるわけよ。それをちょっと半氷にして、半氷にして、それで薄くスライスして出したら絶対入るから、やってみって言ったら、めんどくさがってやらないんだよね。もったいないですね、そのもんね。いや、すっごい美味しい。やらないかもね。琴美月さんの焼肉屋さんも名古屋じゃないですか。もう余計なこと言うなって。もう、いいじゃないですか。もう余計なこと言うなって。余計なことですか。いや、やっぱりね、やっぱりこうもう2ランク忙しいのはだって琴美月が接客してるから忙しいんだって。もう2ランク上げたらお客さんも多い時は1000万売ったんだからね、琴美月も。肉は高いから、やっぱりこうその合わせないといけないじゃん。ギリギリのそのそういうラインとかね、原価と、それは難しいかもしれないね。名古屋は、だから俺夜とかだから名古屋でね知り合いの人結構いたから、名古屋のね山田先生もいたし、あと宝石屋の山田さんもいたし、山田さん多いんだよね。山田さんもいたし、あとそこの寿司屋のね寿司長の大将もいたし、であとなんかあのうちの近くで今東京にもあるけど、東京のやつなんかあんま美味しくないんだよね。こう台湾料理の味仙ってあるんだけど、東京でも出してんだけど、そこのねもう辛いから台湾ラーメンとか行ってめっちゃ辛くして、で食べてもう汗もうダクダクしながら食べたりとか、今は今の力士さんはそんなに好きに食べに行けない感じなの？いや、ご飯は行ってると思うけどね。もうそれほどあれなんていうか、俺一番だから名古屋でものすごいこうちょくちょく行ってて、はい、堀川っていう小さい店なんですよね。10人ぐらいかな、10人か15人ぐらいしか入れないんだけど、そこの堀川っていう店で何でも作ってくれるわけよ。何屋さんってわけではないんですね。まあ一品料理屋なんだけど何でも、言えば作ってくれる。言えば作ってくれる。何でも美味しい店だったね。値段はちょっと高いけど、名古屋の錦の中にあるんだけどね、調べて一回行ってみて、堀川っていう店、美味しい。今でも行かれます？今でも行くよ。名古屋行ったら。俺名古屋のあのこう肉をこう売ってた時あったじゃん、名古屋で、なんだっけ、イベントイベントで、そしたらわざわざ来てくれて、肉だってに肉牛1本1000円の肉牛20本ぐらい買っていってくれた、みんなね、でそれで、夜は力力が逆に食べ行ってね。だから食い物良かったよね。まあ大阪もだからまあ知り合い多いからあれだけど、名古屋も意外とだからそのね知り合いも多かったし、
いろんなとこ連れてってくれるからね。いやいい食い物といい先生がいたから力歴は成績が良かった。そう、強かったんだよね。ありがたいよね、うん、名古屋ほんといいとこだよ、大好きだもん。食い物うまいし、なあのいろいろよくしてくれる人たくさんいたから、うん、大阪も好きだし、はい、九州だけはね、あんまり調子良くなかったけど、地元なのにさ、なんか借金取りばっかりって逃げ回ってた。借金取りに逃げ回ってた男だからさ、倒れるわ、ほんま。変なトラウマが。え、うん。